皆さん、今日は外国人が驚くある日本の文化についてご紹介します。外国人が驚く日本の日常生活、挨拶の習慣。軽い礼を1日に100回くらいするのには驚いた。日本人ってのは電話で話しながらもお辞儀するからな。人に頭を下げるのはもしかして日本だけかも。確かに日本では当たり前の習慣ですが、海外では当たり前じゃないですよね。どうしてなんでしょう。知っている方はコメント欄で教えてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございました。共感していただけたらチャンネル登録をお願いします。画面右下にある小さな登録ボタンを押してください。スマホの方は動画説明欄の URL をクリックしてください。それでは次の動画でまたお会いしましょうね。